쓰기는 나머지 것이고 全部食べられちゃったんですよ。おなんかここぐらいしか残ってないんですけど、もう一度巻いてもやっぱりスズメが来るんで、本当にこれじゃダメなんでネットにしますね。昨日の方だったら、うん、アポアルカリ、アルカリ性のものを入れると死んでしまうんで、うん、そういうふうに書いてる。虫で農法は何も入れないんで、何もしないですけどね。そのお米はこう、初めての田植えの時に、田植えをするということもあんまり知らなかったんで、こう本当にこう、芋畑を平らにして、本当平らじゃなかったですけど、水を入れて、うん、で そこにこう、もみを手に向かってこう、でもそれでもできたんで。この田んぼは入れて耕すしました。はい、耕しますね、はい、で1年に一度耕します。1年に一度、うん、はい、で耕す時になるべく浅く、浅く、浅くは何、あ、ナッディープ、はいはいはい、このぐらい、はい、ああ、うん、耕す、うん、でなるべく粗めにしてます。粗くするとやっぱり空気が通りやすいって聞いたんで、はい、うん、深くじゃない、深くじゃない、深くじゃない、うん、でここは
木村明則さん、はい、あのリンゴの。この方もあの来てくれたことがあ、木村さんこっち来ました。はい、私も今日、2年前、はい、はい、あとございます。そうですか。はい、面白いから、ね。で、あの、非毒草っていうこと。はい、非毒草。彼はあの、先生は信じられますか、非毒草。そうね。非毒のコンセプト。非毒のコンセプトは分かります。あ、はい、あの多分あると思うんですよ。ある、はい、あのそれはね、僕らあのここじゃなくて七単の土地、はい、で全部あの今は田んぼなんですけど、はい、初め1年目にあの借りた土地で1年目にこうその地主さんが七単のうち2単だけあの自分で植える、あのスイカ植える、はい、で僕らにその残りの5単あの水田として貸してくれる、それ全部同じとこの段々畑なんですけど、でもあの1年目その5単植えて2年目になるとあの地主さんがあもうスイカ植えるのやめたから全部田植えさせて田植えする、で全部7単ともあの水田になったんですけど、でスイカってすごい肥料入れますよね。そうですね、うん、で、あのその方も肥料入れてて、で、おあんたらこう肥料入れないから2年目になったらあのよくできない、あ、うん、黄色くなるよ、はいはい、でその1年目貸したところはスイカなんで、はい、いっぱい肥料残ってるはずなんですごい、はい、あの綺麗に緑になるよって言われて、はい、そうです実際逆だったんですよ。うん、あのスイカのところがすごい黄色くなって、うん、で僕ら 2年目の自然農法のところは去年より緑になって、うん、で3年目もそんな感じ、4年目5年目ぐらいから同じぐらいになったんですよ。だからこれはやっぱり非毒かなと思いました。 あとその初めここでもあの初めはあの種取りのためにこう種取りする前にはこうまずは種を買って種取りしますよね、はいはい、だから1年目はやっぱり外から買った種、うん、そういう種をこうあの自然農法で植えると1年あのあれはささげやったかな、長い豆、はいはいはい、ささげを植えた時に、うん、こう子葉が出て、本葉が出て、でこのぐらいの高さで成長しなくなった、止まっちゃったんです、うん、であのどんどん黄色くなる、毎日黄色くなって、うん、大きくならない、で付近の農夫はこうほらこれ窒素足りないから早く肥料入れなさいそうです、僕もまあそういう理論は知ってるんやけど、でも、うん、自然農法やから我慢して入れなかったんですけど、でそれで1ヶ月ぐらいずっとそういう状態で黄色くなって動かない、でも1ヶ月後にあの雨が降ってそれから伸び出したんですよ、うん、であの伸び出して大きくなったつるまいて、であの豆が取れるようになったらそのやすあの葉っぱって緑なんですよ、うん、黄色で窒素が足りないと思ってたのが大きくなったら緑になったんですよね。あ、だからこれはあの、まあ、窒素が足りないっていうんじゃなくてやっぱりその大きくなるのを邪魔してた肥料の毒、非毒、はいはい、そういうものかなとは思うんですよね。そういうふうには感じますね。うん、で非毒草っていうのは僕は実際にこうあの掘ってこう刺しあの温度ですか？測ったんですけど、ここはないんですよ。ないですか、うん、だから非毒草としてはないかなと思うんですけど、でもあるっていうことはあの科学的には立証されてますよ、うん、あれはね、あの僕らがこうペンシルバニアにあるロデール研究所ってあの J.I. ロデールって有機農法をあの初めて言ったアメリカ人、ああその方の
本を韓国語で翻訳したことがありました。見ました。読みました。はい。はい、その方の研究所 の授業だったんですけど、あの微生物学の先生だったんです。はいはいはい。その人が写真として見せてくれたんですけど、あのこう幸運してその下にあのまあ硬い層が交番ができる、うん、そこをあのやっぱり、まあ、温度を低い、あと、うん、微生物的にはこう嫌気、嫌気って言ったらアネアロビック、はい、アネアロビックかな、あの空気があまりない状態、はい、で微生物がそんなあの状態で温度が低いし空気通らないし、あと毒が溜まりやすい、そういうことをおっしゃってて、写真としてそういう層を見せてくれたんですよ。本当にそうかな。あとあの実際の経験としてこうそういう未読層があるというと言われるところで、あのサブソイラー、あそうそうサブソイラーってあの深くを耕すこんな、はい、切るような土を切っていくんで1メーターぐらい耕すんです。あああそれだとやっぱり非毒層っていうのは壊れちゃうんですよね、うん、でもこう線状に壊れるんですよ。そあのサブソイラーってこんな感じでグーっていって実際耕すのはこれだけなんで、はいはい、割っていくみたいな感じ、はいはい、だからそこだけ野菜がすごいできるとか稲がすごいできるとかあるんですよね、うん、だからそやっぱその層を破るっていうのは必要かなとか、うん、ここはやっぱり根のものがよくできるんで、あの人参とかすごい美味しいですね。あのこの田んぼでは、うん、収穫量は観光農業と比べて、ね、何パーセントくらいですか。台湾の一旦8票、今日は5票。え？あの観光で一旦8票とか、あとここで5票とか、はいはいはい、半分以上なんですか。半分以上。半分以上。パ、いや、800台金、这边500台金之类的。所以一般是800。でもね、同じぐらいの収穫量の時もあったんですよ。はい。あ、8分の5。まあ、あの岡田茂吉氏が、あの、まあ、あの、実際にされてた時には、収穫量が倍になるとかいうこともあったんで、ね、聞いたことあるんです。更多吗？更多。で、今日本の周辺自然農法でも、あと観光より多い、休憩より多いところもあるんですよ。ありますよ。うん、あります。私が知ってる方の秋は、あ、いや、秋田で、秋田で石山さんは今年、去年秋、去年冬ありましたが、その方の話は去年は105%。それは周辺自然農法ですか。自然農、自然栽培。うん、あ、じゃ あの自然栽培だとあの自然農です。秋のりさん。あ、秋のりグループです。秋のり、はい、いろいろあるからね。はい、ああそうですか。はい、105。やっぱりあの木村さんのやり方はやっぱりあの寒地には合ってるみたいですよね、はい、寒いところ、はい、で岡山ではそんなにうまくいかなかったって聞いたことあ。あ、そうですか。僕もあのはっきり分かんないんで、あ、言えないですけど、はい、だから収穫どういうふうに多収にしていくかって言ったらやっぱりまだまだ、うん、まだまだ経験いりますよね。だって今の例えば機械とかあの、まあ、栽培方法でも全部観光とか有機とか肥料を入れるやり方を想定してその
例えばトラクターの爪とかも作ってるでしょ、うんうんうん、あの例えばあのすごく細かくしちゃうんですよね、うん、それはあの植えやすいし、あの除草もやりやすいし、あの、まあ、作業的には楽になりますけど、うん、実際にこうそれをやってしまうと微生物が死んでしまったり、うん、乱流構造を壊したり、うん、だからあのこういうことはもしかしたら観光農法では大丈夫だけどでもあの自然を考えるとやっぱり良くないかなと思うんですよね、うんうん、だから機械とかそういうことも含めて考えないと、うん、あと流通ね流通もやっぱりまあ観光農法のやり方を考えた、まあ、流通の仕方ですよね、うん、そこも考えないと、うん、襲名指定の方の農産物はの流通はどうでしょう、うん、流通はね、僕らなるべく顔の見える関係で、あの、まあ、一応 NPO を立ち上げて、はい、あと情報が行くようにしてるんですよね。で、買ってる方は、まあ、ほとんど知り合いですけど、まあ、あのサークルが小さいということもありますけどね。そうですね、うん、化学肥料とかね、農薬とか全然ないんですよ。あ、ここでは使ってないですね。使ってない、うん、それはもう、もちろん、うん、怖い怖い怖い、ね、あの近くの農家は使ってたりするんですけどね、うん、で、除草剤とかもね、はいはい、あの先ほどご覧になったかもしれないですけど結構使ってます。休耕田ですか、はい、あの何も植えないところに除草剤撒くんです、はいはいとかしてほしいですよね。あの隣の農民たちが話はどうですか。まあ、あの僕らはやっぱり彼らに比べて年齢も若いし、はい、まあ、農業の体験も少ないんで、はい、でやっぱりあのあ農薬入れずにもできてるなっていうのは目で見てわかるんですけどね。でも彼ら自分でそれをするかって言ったらそうなかなか難しいですね、うん、やっぱりそれはあの心ってありますよね。本当にやりたい人とかする、はい、这个是那个神力跟台中六十五，这个大概多少？那边现在是需要苗子，这边种到哪里？待会就需要。那这个现在种的这边是？那神力是还没种？神力可能种的比较少。嗯，那边还有好多呢。OK。これが今あの台湾で食べてるあのジャポニカ種のジャポニカの元素。あ、哪里？元素。后面。我不会丢，我干嘛丢？我放在你的脚边。これね、あの苗も結構試行錯誤があって。こっちでも頭皮は使えない。あ、使わないです。やっぱりあの岡田茂吉氏の言う堆肥は本来あの、まあ、土地を温めたり、はい、あと水を保ったり、あと柔らかさを保つためになるんで、ここはもうそれ水もあるし柔らかいし、はい、全く必要ないんで、はいはい、
だからそれは入れない。虫病の問題は全然ないんですか。うん、すごい健康でおかげさまで。ないんです、うん、ないんです、うん、あの付近が全部あの命病になった時もここは全然なし、はい、あ、なし、うん、あとあの台風にすごい強いんですよ。あ、何回もこう、ま、12年やってますんで、もう無数の台風来たんですけど、近くのはこう倒れる時はこう、あれ、なんていうの、絨毯、ああ、ここは倒れたことないんですよ。そうですね、うん、で、はい、韓国でも、はい、でも自然栽培は倒れたことがないんです。あの、 活動、あの子供たちが植えたんで、多分もう一度取ってきれいにしてちゃんと植える。これだ、これじゃダメなんで。それでもちろん反対して作らなかったんです。 でもそう、それを作らなかったのはここだけで、その下の方、10メーター以降はもう全部コンクリートになった。上はコンクリートないです。上もね、僕らのとこ以外はコンクリートになった。あ、コンクリートですか。大変。